吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクションの米菓子6種類を食べたいと思います。以前はおせんべい中心でした。今回はそれ以外を中心に選んでます。まずこれは国産米粉のサクッとピーナッツ揚げ、濃厚なエビの風味ふわっと揚げ、一口歌舞伎揚げ、ちゃんと覚えておけば楽しいですよね。こだわりの揚げ餅、濃厚なエビだしのひねあげ、サクサク美味しいあられ、うま塩揚げですね。どれも美味しそうですね。カリカリしてそうです。でも当然このままだと食べづらいので、よろしくお願いします。はい、全部は入りきりませんでしたので、こういう風に出してみました。まずはこのふわっと揚げから食べたいと思います。ふわっとって雰囲気はないんですけど、本当にふわっとしてるのかな。では、どのお米菓子もサクサクしていて、パリパリのおせんべいとはまた違った美味しさがあるな。お醤油や塩もしっかり効いていて美味しい。あとはエビもしっかりあるね。しっかりばっかり言ってるな。最初に食べたこちらのふわっと揚げは本当にふわっと軽い食感でサクサクと食べ進めることができました。この中では比較的カロリーが低いのも良かったですね。で、エビの香りはしっかり感じられて美味しかったです。で、こちらのエビのひねり揚げ、こちらは割とカリカリとした食感で、こちらもエビの風味が強かったですね。エビせんが好きな方にはおすすめです。こちらどちらかというと食べ応えを感じる求める方向けですね。で、あとのこのこだわりの揚げ餅、他に比べるとちょっとサクッとしている感じで硬さはあまりなかったですね。なので硬いのはちょっとという方にはおすすめです。サクッとあっさりいただくことができて美味しかったです。で、こちらのうま塩あられ、これも結構カリカリとしていて、なおかつ塩気が効いていますので、しょっぱいお菓子が好きな方にはおすすめですね。このそしてこのピーナッツ揚げ、こちらなんか食べてる場所によってピーナッツの味がしなかったりしたりとちょっとムラがあるのですが、ピーナッツの味がするとき分箇所に当たったときは香ばしさをしっかりと感じることができて美味しかったです。もっとピーナッツ感じたいっていう部分もあるんですけどね。で、このこちらの一口歌舞伎揚げ、こちらは噛んだ瞬間に醤油の香ばしさがふわっと広がってきて、カリッとした食感のあるお菓子とともに感じることができました。食感も固めでしっかりと噛み応えがあり、美味しくいただくことができて、お醤油の味をお菓子に求める方にはぜひお勧めしたいですね。自分も今回の中でこれが一番美味しかったので、これをこちらの点数とさせていただきます。カリカリで美味しかったな。これぞ米菓子っていう感じという味でしたね。それでは冬バラの人形飾りや、この春ほど春に何か飾りたいのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。